実家を後にしてまずはマゼ峠。子供の頃はね、山道で歩いて峠を越えて長泥と宝登山に行った思い出があります。昔宝登山に来た時にはね、野生の猿の軍団に襲われちゃったんですが、今も猿がいるんでしょうか。長泥の岩畳にちょっと寄り道、ライン下りの船もあります。長泥から皆の小鹿野と山あいの道を進み、流星寺屋で一休み、小鹿野から両神山日向大谷口に向かい、最後の1キロほどの激坂は押して登りました。両神山荘の前から登山道に入り、しばらく歩くと鳥居が迎えてくれました。道をね、半ば過ぎたあたりから雨が降り出しちゃいました。レインウェアの上着だけ着ます。何度か沢を渡り、急登を越えてさらに登っていきます。工房の井戸に到着。冷たい水が喉に染み渡ります。清滝小屋はもうすぐでした。小屋に着く頃には雨も本降りになって、転泊予定だった9人のグループも小屋泊まりに変更。深谷第一高校の山岳部とのことです。雷も鳴り出し、夕食を片付けて小屋の中に。高校生たちはやっぱり元気です。今夜は小屋の外も中も賑やかになりそうです。